はい、佐藤選手はそのぐらいでよろしいでしょうか。もういいの、どれか行こう。考えてなかったの。プロデューサーは本当プロデューサー、はい、あの佐藤選手すごい期待してる、期待して待ってるんですけど、じゃあもっともっとっていうらしいですよ。いや、ないよね。今までの3人は大丈夫です。これからの人が、これからの人がより好き。これからの人がもっと好き。じゃあいい、次行きますよ。もうこれ以上出ないで。じゃあ最後の、はい、分かった。じゃあいよいよこの方行きたいと思います。すごいですね、はい、緊迫感、迫力、うん、だってすごいカメラに向かって言ってましたけどね。下げてましたね。そう、では何を言っていたのかとても知りたい、はい、はい、そうですね。でも、笠原選手もこのためにいるんでしょうか。初めて聞きました。笠原ですです。2回だ、はい、まあ、とりあえず、ね、うん、VTR からね。あ、VTR まで。まとめたんですか。はい、小笠原ディレクターがうまくまとめたので、それを見てもらいたいなと。じゃあ、これは広島戦ですね。広島戦ですよね。入れられて、はい、オフサイドがどうのこうのってなってる時なんですけども。万歳です。隣の40番の人も、本当だ、本当だ、本当だ、この匂いがするんですけども、殺そうじゃないかと思って、同じ匂いが、レグリーの顔がもう。やめましょう、こういうの。フェアプレイ。こちらいいですか。はい、すいません、今あそこにいるんだよね。ついてないか。いや、別に何。そういう答え、なんか怖いです。大迫選手どう思います。ああいう、あの子供たちも見てるわけですし、ああいう行為についてどう思います。いやでも、まあ、アントラーズ一番後ろには曽我さんがいるんで、まあ、いつも僕らは見守られてて心強いですね。はい、目合わせない、全然目合わせない。江戸選手どう思います。ああいう心強くて、どこ見てるの。どっち見ちゃってんの。あっち、あっち、大好きなんだよね。好きなんで、大好きです。西選手は、曽我選手と一番ちっちゃいポジションにいます。そうですね。どうしよう、向こうに行っちゃう。チームのためにやってくれたことなんで、あの、いいと思います。ガチャマンは。ピッチの上でも心強いですし、あとロッカールームとかにもすごく心強いんですよ。曽我さんが来てくれるとなんかその場の雰囲気が締まるというか、まあ、ちょっと怖いですけど僕は大好きです。
ショウ受け受けすぎひどい。じゃあ最後ミスターXはどうですか。昔からずっと一緒にカテゴリーで言っていいの？言っていいの？優しいんです。怖いですけど、二人っきりになると優しいです。ね、せっかくあのビデオを見て、あとねネタをご披露していただきたいと思いますけれども、何かネタをどなたか持っている方いらっしゃいますか。遠藤選手。どうでしょう。もう今ほらみんな向こう向いてました。全然目合わせないから。大好きをアピールすればいいんだよ。遠藤選手お願いします。あとはですね、あのパワープレートの時なんですけど、妻さんがいつもあのくしゃみをするんですけど、そのくしゃみがすごい独特で、みそさんお願いします。どんなくしゃみなんですか。誰を探してるんですか。できる選手、モノマネできる。川島選手。いらっしゃいますよ、メンジ。リプレイお願いします。はい。すごい近い距離で。お願いします。鬼のような振りですけど。はい、どうぞ。パワープレートに乗った蕎麦畑選手の真似お願いします。できますか。ここで知らないって言ってますけど。もう間違ってくださいよ。 X ディレクス X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  あ、やれる。